はい、えー、2024年の5月の11日 AI のニュースをお届けしようかなというふうに思います。はい、えー、と今回の内容ですね、GoogleIO ですね、えー、年次開発者会議、えー、GoogleIO が開幕迫ってますというお話です。 はい。えー、こちらなんですけれども、まあ、皆さんご存知かなどうかなという感じなんですけど、えー、Google のですね、年次の、えー、開発会議として、Google I.O. というイベントがあるんですね。これが、まあ、アメリカ時間としてで、2024年の5月の14日、えー、米国カルフォルニア州のマウンテンビューの方で開催されるということで、で、まあ、あのー、ピチャイさんもですね、基調講演として、まあ、お話をされたり、まあ、どちらかというと、これはですね、開発 開発者向けのセッションということで行われるっていうイベントなんですけれどもただ開発者に向けてっていうことは新しい技術が出てくるっていうことなんですね。っていうこともあってねまあ例えばですねこういうのもちょっとうらさされてます。Android Android の期バージョンである、えー、と15 が、えー、もしかしかかて発表されるんじゃないかのこの可能性がかなり高いということもあってで、まあ、Android15 になるとですね、生産性、プライバシー、セキュリティの、ね、向上とか、まあそういうところの新機能が盛り込まれてるよっていうお話が、もしかしたら IO に出てくるんじゃないかなっていうのも言われてますし、まあもちろんですね、えー、私がいつもお話をさせていただいてます、まあ、AI 関連のアップデートですね、まあジェミニに関しての内容も、 かなりまあ、やっぱり Google IO にとってはですね、重要なテーマの一つになりますんで、まあ Google の AI として有名なそのジェミニですね、これに関する新情報がですね、発表される可能性もありますし。で、えーっとね、これね、ちょっとね、あのー、 まあえー、テッククランチだったかなにあったニュースの、ね、一つの、えー、話題としてであったんですけどアップルのです、ね、時期もしかしたら iPhone ですねジェミにも使われるんじゃないかっていう噂もちょっと出てるんですね、まあ、この辺の詳細に関してはですね6月にですね、まあ、アップルがまた同じような形で WWGC っていう開発者イベントをやるんですけど、まあ、その時に明,明らかになるんじゃないかなっていうお話なんですね、まあ、実際にはちょっとアップルの方がオープン AI 社と提携を結んだっていうお話もある しここに来てジェミニーっていうところでもう使うんじゃないかっていう噂も出てますこれどっちなのかっていうのがちょっと分かんないんですけどこれ実際6月に発表されるアップルのイベントではっきりするであろうということもここでは言われてるみたいなんですねで他にもその他の製品としてねあのー、ここの IO で発表する前に えっと、もう Pixel 8A っていうのが発表されてて、もうちょっと廉価版ですね。まあ,あの、ちょっと、えっと、低価格デバイスとしてで、もう先にちょっと発表されてるところとかもあってて、まあ今回のこれに関しては、まあ正式な発表もされてるんで、まあどちらかというとね、まあ販売しますよっていう案内ぐらいで終わるのかなっていうのと、あとスマートウォッチ OS としてで WearOS っていうのがあるみたいで、まあそれの、えっと、続報もですね、ちょっと期待されるんじゃないかなっていうお話もあるみたいです。 で、で、なんと言ってもですね、グーグルさんですね、もしかしたらこれの発表があるんじゃないかなというところがちょっとね、噂されてます。これがですね、第2世代のですね、ピクセルホールドっていうものがあって、それの発表があるんじゃないか。ピクセルホールド2ではなく、まあ、ちょっとね、ピクセル9プロホールドみたいな感じで発売されるんじゃないかっていうふうに伝えられてるんですね。 まあこれね、あのまあ折りたたみ式のスクリーンのね、えー、っと、ところになんかこう表示するっていう、まあいわゆるあの、ドラゴンボールでいうとこのスカウターみたいなね、機能でちょっとね、出てくるんちゃうかなということで、まあこの辺ちょっと注目すべき内容っていうので、ピクセル9とともに、えー、秋口に発表されることになる内容が先行して IO で発表されるんじゃないかなっていうところがちょっと噂されてるっていうところもあってで、ちょっと興味のあるようなニュースですね。はい。 まあこんな感じで、まあ Google IO としてで出てきたりとか、えっと、今月末にはですね、マイクロソフトもですね、え、イベントをちょっとやるもので、デベロッパー向けの、開発者向けの、えっと、そういうようなイベントで、まあマイクロソフトなんか持ってくるんちゃうかっていうところも言われてますし、で、まあアップルもですね、6月に入って w w d c でいろんなものを発表するっていうことも言われてるんで、ちょっとね、皆さんもですね、もし、まあご興味が、まあ聞いててね、ちょっと難しい内容も中にはあるんでね、聞き、 聞いてるとちょっと分かんないやっていうところもあるかもしれないですけどまあちょっと聞いてるとねなんか実際に目の当たりにする新しい技術っていうのが先行してそこで発表されるんでまあもしよかったらねお時間ある方 YouTube とかでもあの生配信とかでしてると思いますんでライブでなんであの、まあ、登録していただいたりとかしたら誰でも多分見れるような感じになってるのかなとは思いますんでねご興味ある方いらっしゃったら是非よかったらまた見ていただければと思います。 はいえー、5月の11日の AI ニュース、カワゴンがお伝えさせていただきました。